皆さんこんにちは、太郎です。本日は11月12日見えないね、火曜日です。はい、ということでですね、やってまいりました。そう、堤防杯の道、そうですね、いい感じで枯れてますね。はい、先日ね、刈り払い機でエッサーホイッサーと刈り進んでいきましたが、そこでね、はい、切り倒した竹がいい感じで枯れております。でね、まあこれで進んだんですけど、まああいにくの杉、はい、杉に当たりまして、その日は終了というふうになりました。ということでね、まあまたね、あさってから天気崩れる予定でして、はい、ちょっとそれを考えると、うん、晴れてるうちがいいかなというところでね、持ってまいりましたよ。そう、じゃじゃんと、はい、5000円したノコギリです。で、皆さんからいい音しましたね、今ね。ああ、いや、皆さんからね、電ノコであったり、はいね、まあそういうね、はい、ものをおすすめいただきます。ありがとうございます。はい、ですがね、はい、高いです。すみません、使いません、持ってません。あ、失礼、持ってなくはない。家にはね、父のね、あたたたたものがあるんですがね、ちょっと用途が用途なだけにね、ここはね、はい、使わないといったところです。よし、切れるね、切れ味は健在。非常にね、言いづらいんですが、実はね、去年のね、1月頃、ここで使えないかなと思って、実はね、チェーンソーも新品購入してるんですよ。はい。まあ、強力のね、まあ、なんだろう、山師が使うようなサイズじゃないですけどね、35センチだったかな。30センチだったかな。そういったものもね、購入したんですが、なんかね、もう、キュウリが、その時、忙しかったのと、もうあぜ塗りシーズンに入っちゃって、はい、その後ね、あぜ塗りシーズン入っちゃって結局使わずじまいで、今、はい、いつもね、取り出そうかなと思ってるんですが、どこにしまったか忘れてるでしょいけない、いけない、あるあるですかね。どうですかね。え、なのでね、チェーンソーはあるんですけど、まあでもいっかと思ってね、おっちらおっちらね、ノコギリでやってます。チェーンソーかなりね、おすすめいただいてたんでね、実は秘密でね、買ってたんですけどね、これでもあるというとまた怒られそうですね、コメントでね、使えよってね。いや、まあ誰が何と言うとね、はい、私もどこに置いてるか忘れたので、まあ倉庫探せばあるんでしょうけれども、なかなかね、倉庫をね、片付ける気も起きないというところであります。はい、ないはずはないんですよ。あるんですよ、どこかに。うん。よいしょ。よし。まあね、今日の目標は杉の木なので。ただね、チェーンソーよりどうだろう、やっぱチェーンソーの方が早いのかな。竹刈り場の方が早そうな気がしてならないんですよね。ちょっと新品の竹刈り場、皆さん使ったことありますか？竹刈り場。チップソーですね。刈り払い機につける竹刈り場。あれね、新品使うとすごく早いんですよ。だからね、あ、いたいたいた、このほんとこれどうにかならないかな、このイバラ。痛いわ、痛いって。よし、蜂はいないかなね。宮崎は今日も夏日です。よいしょ、怖い、あったかいと蜂が怖い。ちょっと待って、足につかないで。よし、あー、これ刈り払い機も持ってきた方がよかったな。去年の杉の木と一緒だ、茨付きの。去年ね、耕作放棄原野の入り口と一緒ですね、この茨もある感じ。よいしょ、怖いな、目に入らないように気をつけないとね。あとね、先ほど
チェーンソーは家にあると言いましたが、あと一つやっぱり使ったことが一度もないので、ちょっと怖い気持ちも正直あります。はい、ウィーンとね、もう、はい、使ってる方を見たことあるぐらいかなと。本当にね、うん、なんかチェーンソーってオイルがいるんですよね、チェーンオイル。本当ね、そのぐらい知らないですよ。なんかそのあたりとかね、よく本当に使ったことがないので、なんだろうなちょっと使用が怖いというか、ああ、本当その域です。まあね、はい、見てくださってる方からしたら関係ないかもしれませんが、なんかね、そういう使ったことないっていうことから来るね、なんか何とも言えないこの面倒くささ、チェーンソーに対するね、それがあるんですよね。皆さんないですか？はい、全く使ったことないもの、やったことのないもの、なんかちょっと取っかかるのちょっと面倒くさいとかね、気になってはいるんですけどね、はい、気になってよしやるぞと思って買ってそのままというね、畜生、いけないなと思いながら、よいしょ、いけないなと思いながら過ごしてるものありませんか？いいでしょこの5000円の子、めっちゃ切れるでしょ。よし、暑い、暑いぜ、マジで蜂来ないよね。去年刺されてるんでね、怖いんですよ。よいしょ、まずこの、あ、またここにも茨が、ほんと嫌い。よいしょ、よし、茨を切って、よしよし、よし、だいぶ杉の全貌が見えてきましたね。よし、ということで頑張っていきます。よし、ということでやっていきましょう。いや、暑い、マジで暑い、汗が止まんない。さっきまでキュウリ収穫してて、いや、めちゃくちゃ暑いなと思ってましたが、外も暑いですね。よし、どうしようかな、このなんかこの竹が尖って出てきてる感じ嫌だな。まずはここぐらいまで切るか。ああ、いいね、柔らかい。やっぱ竹と比べるとなんか柔らかい切り心地ですね。よいしょ、うん、早い。去年もね、ノコギリ買えばよかったんですよね。覚えてます、去年チップソーでやったの。そうでね、一生懸命借りました。です、あまりにも切れないので最後ね、ぶら下がっておりました、んぶら下がっておったりしてね、はい、まあ、ちょっと今振り返ると危険だったなと思いますが、茨すごいな。茨尖ってないところを握って、よいしょ、イバラってほんとすごいよな。てかイノシシってこのイバラの中来るの？皮膚頑丈すぎでしょ。痛覚ないのかな。いや、ないはずはないか。これもイバラ気をつけないとね。よいしょ、ほら足元にもほらいっぱい服にイバラがくっついてくる。どう、怖いな。茨がなければだいぶいいんですけどね。この竹もなんかイラつくな。どいてくれ。もうね、痛いのは嫌なんでね、蜂も嫌、茨も嫌、全部嫌です。よし、
チェーンソーだったら楽なのかな。ウィンウィンウィン、確かにウィンウィンで終わりますね。いやでも物々しい音が鳴るからね、蜂が来るかもしれないしね。そうだね、ほらほら早い、ほらほら早い。よしよしよし、だいぶいいぞ、だいぶいいですね。うん、どこまで行くかだな。まずはこの周りを片付けないとな。杉の木切ろうにもね、枝を取るか最初に。よし、あんまりこっちに行くとね、蜂が来そうで怖いんですよね。嫌だな。だからってこう斜めに切ってもね、断面積が広くなると切るのが大変なので、めんどいけど左腕で切るか。危ない。これは、あ、これ杉の枝か。いろいろ邪魔だな、ほんと。最近はね、イノシシよく見るようになりましたね、ほんと。なんか、私の住んでる集落の中にまで、イノシシこの前来ててね。嘘だろうと。集落だぜと思いながらね。まあ、山あいの地域だったら普通なのかな、もう。田んぼならな、まだね、農地とかね、わからないでもないけど。普通にね、私が軽トラ運転してたら普通に前を歩いてたので、普通にですよ、なんか悔しいのでね、もう思いっきり、はい、ギア落としてね、最初あイノシシだと思ってちょっと止まったんですよ。普通に歩いてるからイラついてですね、ギア落として思いっきりイノシシに向かってね、バーンって行ってみたらね、さすがにイノシシ逃げていきました。私も当たったら当たったで嫌だなと思いながらね、思いっきりイノシシに向かって突っ込んでいきましたが、はい、まあ、さすが野生生物ですね。そんな簡単にはやられてくれませんね。ただ前視聴者でいたんですよね、コメントいただきました、ありがとうございました。あのイノシシが出るところに車で待ってて、で思いっきりね引くっていう、おおすげえって思って、引けるのって思ったんですけど、どうなんだろう、ウリ棒ならいけるのかな。まあすごい、なんだろう、対策法だなと思ってね、びっくりしてたんですが、そういうね対処される方もいるそうです。どうなるのかな、効くのかな。確かにそうすればもうイノシシは命の危険は感じてくれますよね。ああ。ただだから車を見て逃げるようになるのか、もうそこには近づかなくなるのか、どっちなんでしょうね。どこまで行こう。杉の木はねクリアしたけど、杉以上に竹が多いや。この辺はもう竹が反ってるので軽く、うん、よしよし、軽くやればね。そうだよね、やっぱ生きてる竹は繊維が強いな。よし、あいさー。
ああ、まあ以前の動画でも言ったように、この冬場で一度また向こうに通れるようになる、それがね目標なんですけれども、この調子だとどうだろう、まだまあまあ進んでるけど序盤なんですよね。この竹ゾーンをね 100m を進んだ記憶があるんですが、まあ、気になるよって方はね過去の動画見てみてください。一応再生リストにね、この開拓ものだけは再生リストしっかり今も更新し続けております。でも皆さんの地域もあるんじゃないですか、こういうところね。かつて道だったけど誰も使わなくなりみたいなね。で、大雨とか台風のたびにもう藪と化して、で最後には忘れ去られる道だったんだけどねみたいなね。ここもね、去年私がだいぶ無茶苦茶しましたけど、放置してたらねさらにひどくなってたでしょうからね、なんとか車両が通れる部分だけは維持したい、うん、そういう思いでねやってますが、まあ、車が車両が通れればね、ほんと話が全然変わってくるんでね。まあもしかしたらね、行政の業者が入ってくれるかもしれないし、まあでもこの前見たようなね、この前見たいんですよ、子供たちをね、あの公園連れて行ってたら、なんていうんですか、グラブバケットじゃないな、なんかねこうね掴むショベルカーの先っぽに掴むアタッチメントがついてて、それがねもう草をむしるかのように竹をねぶち掴んでブチブチブチって、ほんとそんな楽なのって思いながらね、まあそれなりに大きいショベルカーではありましたよ、見た感じね。あの小型のね、なんだろう、普通のこの辺なんかな、あの、まあ、よく見る2トントラックとかに積んでるようなサイズではなかったです。もっと大きいやつでしたが、あのいろいろコメントいただきましてありがとうございました。私がねちょっとショベルカー全然わからないので、ちょっとよくわからなかったんですけれども、ショベルカーのサイズってコンマ何本と表現するのかな、あれバケットの容量なのかな、ほんとねちょっとよくわからなくてね、はい申し訳なかったんですが、わあ、汗が止まらない。あ、でもだいぶいいね。だいぶいいぞ。ほら、ちょっとクリアした感はないですか？どうですか？もうちょっとか、この杉。まだ危ないか。あー、まだ道の上だな。理想はこの辺りから切ることか。ちょっとノコギリが届かないよな。この辺りにしとくか。これさえどけばだいぶね、やっぱもう私の持ってる機材じゃ次はちょっとね、あの序盤に行ったチェーンソーは除いてですが、なかなかやっぱり厳しいものがあるのかなという印象ですね。まあチップソーだったり、まあ、チップソーか、はい。あ、なかなか太いなこの部分。そう、奥の方で竹も当たってる。
来るなよ蜂。めっちゃ怖いんですよ、もうヤブに本当上半身突っ込んでの感じなので、もう蚊もめちゃくちゃいるし。ああ杉のいい匂いが。邪魔だなこいつらも。よいしょ。よし。なかなかのぶっとさですね。OK。暗いイノシシ。よし。いいかな、この辺で。ちょっと疲れました。ただね、この困ったちゃんの杉。こいつは華麗にパスできたかな。本日の進捗距離は2メーターあるなし。まあ、ここはね、もう見ての通り竹ばっかりですので、まあ、このノコギリと、あとは竹狩り場を持ってくればね、その組み合わせで、緩んでる、締めなきゃ。だいぶいけるでしょう。ただまたそこには杉が見えるので、ちょっと進んだらまた、ほらね、青々してるでしょ。青いから。根っこごと倒れてるんでしょうね。こう、バタンと。まあ、そういう印象ですが。ちょっとここはね、慌てず、時間をかけてやっていこうかなというところでございます。でまだ暑いしね。蜂が怖いや。はい。ということで、こんな感じ、進捗距離は。地面はね、ほんと見た通り、こんな感じなんですよ。全然草生えてないでしょ？茨。よし。なんでね。まあ。よいしょ。進んでる。ちょっと大変ですけど。大変ですけど。そしてかなりアナログですけど。頑張ろうと思います。でね、もうなんか、これすることで忌避できないかなと思ってたんですが、まあ正直ね、まあこの2年間忌避できてないなという、2年か。去年、今年って考えればね、まあ、忌避は結局今年に関してはもうできてないので、獅子には慣れられてるなと。当初の目的からするとね、で、獅子に詳しい方もね、コメントいただきましたが、まあ、効果はないでしょうということだったので、はい。まあ、ちょっと虚しさもありますけど、まあでも、道を通すことでね、また、やっぱ、なんでもですけど、道があると機材が入るのでね、何か動きがあるかもしれませんのでね、まあそのこの河川管理の行政的な動きがね、もうそれ他力本願じゃいけないんですが、とりあえず道だけでも通してなんかそういうのをね、呼び込みやすいような状況を作らないとな、作らないともうずっとね、指をくわえてイノシシにやられるのを見続けるだけだと思うのでね、ぼちぼちですが合間を見つけて頑張ろうと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。